はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回ね、はい、こちらのプラレールたち見ていきましょう。はい、まずね、上がですね、 S の20番の HC85系特急飛弾何機ですね。で下がね、同じく S の20番の入れ替えでね、廃盤になってしまうザ・ロイヤルエクスプレス。今回はね、こちらのね、2種のね、車両を見ていきたいと思います。はい、まず上のね、こちら HC85系の、特急飛弾ですが、まあ、こちらね、ここに書いてある通り、2020年からね、営業運転がね、開始予定の、まあ、まだ試験運行段階のね、車両なんですけども、まあこれはもうあれですね、先日紹介したシンカリオンの、こちら在来な、まあこれの影響めちゃくちゃあると思うんですけどね、まあそれに合わせて登場といった感じですね。で下のね、ザ・ロイヤルエクスプレス、こちらがもうちょうど今から3年前ですね、2018年の7月にね、発売されて、今回ね、入れ替えで廃盤になってしまいます。まあこれも本当ね、素敵な車両だったんで、もしね、今回の動画見て気になった方はぜひお早めにね、手に入れておいてください。さあそれではね、まずは上のね、はい、こちら HC85系の特急飛弾何機行ってみましょう。まだ実車ちょっと見たことないんですが、実際の車両の写真はこんな感じですね。今回はこのね、このデザインどこまで再現されてるのか、あとシンカリオンのザイライダーともね、ちょっと比較したいと思います。で先ほども見ましたが、この上の部分ですね、今回のね、車両の説明書きがね、このように書いてあります。すごいですね、営業運転最高速度120キロをね、目指して開発されたハイブリッド方式の車両、走り出したらほんと速そうね、一回は乗ってみたいですね。で箱のね、他の面ざっとね、底の部分は、はい、こんな感じ3両編成の写真に、左の方には最近はこんな感じで電池の入れ方の注意がここに書いてあります。まあよく読んで遊びたいと思います。で箱の背面ですが、と、はい、こちら電池の入れ方ね、おなじみですが、今回はスピードはワンスピード車両となってますね。最近本当このシャーシにね、車両がほとんどなってるんで、新幹線とか以外はもうほとんどワンスピードかな。で警告ね、注意文があるんで、よく読んで遊びましょう。さあでは開けていきます。さあそれではね、もうこれからの次世代のね、車両になってきますが、まあ来年からね、一応営業運転ね、開始ということで、まあ、先にプラレールでもうバリバリ楽しんじゃいましょうね。さあさあ、それではね、車両の方見ていきましょう。よいしょ。でプラ列車カード、あ、出ました。はい、こんな感じのね、プラ列車カードしっかりとね、入っております。で車両の方ね、早速ちょっとね、出してみましょうか。ザイライナーはね、2両編成だったんですが、今回は中間車もありますね。ではまず後尾車の方からいきます。さあそれではね、見ていきましょう。まずね、はい、後尾車のね、顔の部分こんな感じです。まあ後ろなので、こちらね、レンズの部分とかは、はい、こんな感じで赤色の塗装になってます。で運転席とかは黒のね、塗装仕上げですね。で本当シンカリオの時と同様ね、もう顔のね、この丸みのある、まあ、特徴のあるフォルムね、よくできてるのかなと思います。で側面ですが、はい、横の部分ね、見てみるとこうなっておりまして、まあ後で比べますが、ここ結構ね、塗装の色の違いとかあるんですよ。ここシルバーで、あと白にオレンジのラインですね。まあラッピングの雰囲気はよく出てるのかなと。で窓は全てこうくり抜きになってますね。でこちらのね、マークですね、この部分はシールなんですが、はい、こんな感じでしっかりとね、書かれております。まあ見た目は結構なんかね、いい感じでできてるのかなと。で連結部分はシンプルにこんな感じで、反対側の側面、はい、こちら側もね、こんな感じになってて、まあラッピングね、デザイン関係はバッチリですね。この面もマークはシールになってます。で上から見てみると、はい、こんな感じ、まあ、こちらには室外機とか、あと他にね、ちょっと詳しい名称はわからないですが、いろんなものがちゃんとついてます。で底の部分は、はい、こんな感じです。でまずね、後尾車ね、ちょっとね、ザイライナーと比べてみますが、結構ね、なんかこう形はね、もうほぼほぼ、まあ、当然ながら同じなんですが、ちょっとね、細かい色使いが結構違うのかなと。こう並べてみるとね、ほんと違いますよね。ザイライナーかなりね、茶色の部分が濃かったりとか、これ実際の車両はどちらに近いのかっていうのが、まああまりわからないんですけども、さあさあどうなんでしょうね。でね、この屋根の部分のね、色も結構違ったりとか、あとね、側面ですよね。はい、先ほども言いましたが、ここの部分のね、カラーがもう全然違いますね。今回のね、プラレールはシルバーで、ザイライナーの方はね、グレーのね、成型色なんでね、ここはかなり大きく違いますね。で、窓の配置とかドアの配置ですね、そこまで大きくの違いはないですね。で、ここのマークのシールは、今回のね、プラレールの方が大きめのものがね、使用されてます。で、まあ、ざっとね、ちょっと比べておきますが、まあ、連結部分は当然違いますね。で、反対側も、今見た目とね、同じような感じで、あと屋根ですね。はい、こちらもね、まあ、作り的にはまあ同じですね。同じようなね、構造になってます。
まあ、ただ本当大きな違いはねもう色だと思うんで、まあ、僕的にはあれですね、やっぱりこのプラレールの、この感じが好きですね、色使いね。実際の車両ね、見たことないんで、はっきりとは何とも言えないんですけども、やっぱこうプラレールらしいね作りになってるんで、本当素敵な車両になってると思います。まあ、かといって在来なんもね本当ね素敵ですよね。まあ、ということでまずね一番最初ね後尾車でした。さあそれでね他の車両はどんどん見ていきましょう。では続きましては中間車ですね。さあ行きましょうか。はい、中間車ね、まず連結部分はざっとね、はい、こんな感じになっておりまして、側面のデザインですが、はい、まあ非常にシンプルなのかな、シルバーに白にオレンジのラインですね。で窓はこんな感じで全て穴開きになっております。まあ、特にこうなんかエンブレムとかマークとかそういったものはないですね。で反対側の側面も対照的なねデザインになっておりまして、まあ、こちらもね窓ねくり抜かれております。で屋根の部分ですが、はい、こんな感じ。こちらも室外機とかいろんな他のね機械ついてますね。で底の部分はこのようになっております。まあ、ということで、はい、こちらね2つ目中間車でしたが、まあ良くも悪くもね、もう先頭車とね後尾車の間に挟まってくれる素敵なね中間車になってるのかなと思います。連結して本領発揮ですね。あとの連結がね非常に楽しみです。でラスト、はい、こちらね先頭車も行きましょう。はい、先頭車ね、まず顔の部分はこんな感じです。ヘッドライトのここは白の塗装で、この部分は黄色になってますね。まあ、こちらも後で在来ナーとね比べたいと思いますが、まあ、色の感じとかデザイン的にはまあ基本的に先ほどの後尾車と同じかな。で側面はこうなっていて、こちらのマークはもちろんシールですね。で窓はこんな感じ、全てくり抜きになっております。先頭車では結構珍しいかな、くり抜きってね。で連結部分はこんな感じで、反対側の側面、はい、こちら側もこうなっておりまして、窓全て開いてますね。で屋根の部分上見てみるとこんな感じです。まあこの先頭車にもね室外機とかいろいろついてて、であとここ電源のスイッチですね。一応ね2スピードにも対応している記載になってますね。オフオンハイとなってます。で底の部分は、はい、こんな感じです。で在来ナーと、はい、ちょっとね並べて比べてみると、ちょっとここはライトのデザインが大きく変わりますね。在来ナーの方はこんな感じになっておりまして、よりこうなんかレンズっぽいというかライトっぽいというか、よりこうなんか実写の、このパッケージの写真になんか今思ったんですけど、近いのは在来ナーの方なのかもしれないね。ここのグレーのね塗装をちょっと覗いて、なんか顔の感じはこのねレンズのデザインとか非常にいいですよね、在来のね。なのでここのこのライトのデザインはプラレールでもやってほしかったかなってちょっとこう思っちゃったりもしますね。黄色でもまあいいっちゃいいんですけどね、こう光ってる感じがあっていいんですけど、写真見るとなんかこっちの方がちょっとしっくりきちゃうかなといった感じですね。で側面も比べてみましょう。はい、こんな感じです。まあ基本的にドアの配置とか窓の配置はもう変わらないですね。でシールの大きさもそこまで変わりないかな。若干プラレールの方がちょっとなんか色合いがちょっと明るめなのかなといった感じですね。まあ一応違うシールは使われてると思います。で連結部分は、はい、こうなっておりまして、反対側の側面もと、はい、こちら側もまあ同じような違いですね。で屋根の部分ですが、はい、こんな感じですね。まあ基本的にこの面も同じです。色の違いはね結構大きいですね。まあということで、とりあえず先頭車もね比べてみましたが、ライトの違いは非常に僕的には大きいのかなと思います。なんかちょっとねやっぱこっちにしてほしかったかなと、はい、まあ、あくまでも個人的な意見ですけども、そんな感じで思いました。さあそれでは先頭車に、ね、電池入れてね走行の準備もしておきましょう。まあ毎回説明はするんですがね、はい、こちらねネジをねプラスドライバーで緩めまして、ボディカバー外します。で今回の動力のシャーシはこのタイプですね。もう最近ではおなじみですね。で電池ですね、はい、こちらプラスをね進行方向に向けて装着していきます。なのでこうマイナス側ですね、はい、こんな感じで先に入れて炭酸電池1本入れます。でボディカバー後ろの爪先に引っ掛けて、よいしょ、戻しまして、とでネジしっかりとね締めておきましょう。はい、OK です。で動作チェックいきましょう。まあスピードは1スピードですね。電源オン、こんなもんだろう。まあ安定した走行かな。こんな感じになってます。バッチリですね。さあそれではね3両出揃いましたので、3両編成にしてみたいと思いますが、まあもうね中間車をつなぐと、はい、こんな感じになりまして、とほい、おー、いいですね。まあ当然ながらね、本当にね、よくね、こう写真と見比べると雰囲気が出てるのかなと思います。まあ先ほども言いましたけども、もうヘッドライトのね、デザインはもうこれはこれで仕方ないのかなとは思いました。さあではね、走行行く前に、じゃあね、
ちょっとね、ザ・ロイヤルエクスプレスもね、軽くね、お見せしておきましょう。一応ね、一緒にね、走行しますね。まあ、こちらはね、素敵な車両です。あ、一応説明ね。はい、こちら、こんな感じになってます。もう本当に豪華な観光列車ですね。気になる方はぜひ停止ボタンを押してね、読んでみてください。さあ、ではちょっと車両出していきますが、まあ、これね、本当3年って結構なんか、プラレールにしては、こう、やっぱ短いかなって思っちゃったりもするんで、本当ね、いい車両なんで気になる方はぜひお早めに。さあ、ではちょっと以前にもね紹介してるんで、まあざっと行かせてはいただきますが、と、はい、まずね先頭車ですね。はい、こんな感じになっておりまして、まあ非常になんかこう塗装の感じとかデザインがゴージャスですよね。このね、このパールのブルーですね、上品だと思います。で、このね、これゴールドなのかな、ゴールドのラインにこうマークとかね、ザ・ロイヤルエクスプレスの文字もねしっかりと書かれてて、この窓のね、このデザインとか、あとこのノーズのね、顔のとこ、すべての面においてこうなんか豪華というか、まあ、おしゃれな感じのデザインになってるんで、まあ非常にいい車両になってるのかなと思いますね。屋根もね、こんな感じでね、丸みのあるフォルムでいいですよね。かっこいいですよね。ザ・ロイヤルエクスプレス。これ廃盤になったのか、寂しいですね。で、続いて中間車。はい、まずね、連結部分は、はい、こんな感じになってて、側面のデザイン。はい、こちらね、しっかりとね、先頭車とね、後尾車をこう、つなぐね、こんな感じのラインが入ってます。で、文字とか、ほんとね、マークとかね、しっかりとラッピングもね、再現されてるのかなと。で、反対側もね、もちろん、このようになっておりまして、いいですね。ほんとに上品ですね。で、屋根のこのね、丸みのある感じもいい感じでできてるのかなと。で、中間車にはね、パンタグラフがついてます。で、そこの部分はこんな感じですね。いいね、いいね。中間車はね、このね、窓の感じがね、こっちの面と反対側でね、ちょっとデザインが違うのがまたこれ、よくできてるのかなと思います。で、後尾車ですが、と。はい、こちら側もね、しっかりとレンズとかね、先頭車と違うね、塗り分けになってて、で、デザインは先頭車と同じね、感じにはなってるんですが、もう本当にね、後尾車もしっかりとね、こう、おしゃれ豪華なね、デザインが再現されてるのかなと思いますね。非常にね、かっこいい車両ですね。本当にいいね。素敵なフォルム、かっこいいです。で、こちらもちょっとね、電池入れておきましょうか。ザ・ロイヤルエクスプレスは、これは多分ね、2スピードだったと思いますが、同じように電池緩めてパカッと開けます。で、単三電池1本ですね。こちら、マイナスをね、進行方向に向けて装着してと、で、爪後ろ先に引っ掛けまして、ネジも締めておきましょう。ゆっと、はい、オッケー。一応久しぶりに5月で動作チェック。ノーマルスピード。あれ固まってる。大丈夫か、なんかスイッチおかしいぞ。うん、大丈夫だ。オッケー。ノーマルスピードに高速モード。バッチリ。一瞬どうなるかと思いましたけどもね。動いてよかった。で、こちらも連結しておきましょう。はい、先頭車と中間車に後尾車です。もうバリバリ、かっこいい車両なんで、もし、このジェネで気になった方は、ぜひお早めにね、手に入れておいてください。本当に素敵な車両です。で、今回の、HC85 系のヒダとね、ちょっと並べましょうか。はい、新旧車両ね、こんな感じになります。まあ、どちらもね、素敵な車両になってるんで、まあ、どちらもおすすめですね、ほんとね。さあ、それではね、せっかくなんで、このね、2つの車両ですね、同時にね、走行の方をね、軽くね、レイアウトの方を組んでね、見ていきましょう。さあ、それでは外側に、ヒダですね、ヒダで、内側にロイヤルエクスプレスいきましょうか。では、ちょっと低速でいきますね。では、では、参りましょう。出発進行。ヒダが結構早かった。
い、ということで、今回はですね、新しく登場しましたプラレールの車両ですね、 HC85系の特急飛騨南紀、そしてね、入れ替える廃盤になってしまうね、ザ・ロイヤルエクスプレス、はい、こちらね見ていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。まあ、今回のこの飛騨はですね、まあ、こんなに早くね登場しちゃったのは、まあ、おそらくシンカリオンでねもう登場したからだとは思うんですけども、まあ、この車両の登場はねもう非常に嬉しいかなと思いますね。まあ、さっきも言った通り、ちょっとヘッドライトのデザインはね、やっぱシンカリオンの在来なの方がねいいかなと思うんですけども、まあ総合的に見て、まあ、雰囲気出てていい感じの車両に仕上がってるのかなと思います。でね、入れ替えでね廃盤になっちゃうね、ザ・ロイヤルエクスプレス、まあね、もうご覧の通りね、非常にもうおしゃれで豪華ね、素敵な車両になっておりますので、まあこれはねもう本当にすぐなくなっちゃうんで、もしね気になった方いらっしゃいましたらね、もうこれはもう今のうちです。今のうちね手に入れておくしかないんで、まあ飛騨も大事ですけどもね、こちらをねどちらかというと優先的にねまだ持ってないっていう人はね、ぜひね購入してあげてください。まあ本当かっこいいんでね、僕ちょっと予備欲しいかなと思うんですけど、それはちょっと贅沢かなと思っちゃったりもするんで、はい、まあどうしようかな、非常にこう迷っておりますが、まあ気になる方いらっしゃいましたらね、ぜひ皆さんねチェックしてみてください。はい、ということで今回はねこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんしますので、よろしくお願いします。あとね、ツイッターやインスタ、そして最近ではね LINE の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。